はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病、闘病生活の気晴らしにね、車の中から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、歯医者なんですけどもね、歯に関する話でね、歯周病とか歯肉炎ってあるじゃないですか。あれはね、運動でなんとかなるんだよというね、僕にとってすごいね、タイムリーなお話があるんでね、今日はね、それをしていきます。僕はね、その白血病でね、骨髄移植をしてもらってね、その副作用を抑えるためにですね、免疫抑制剤を飲んでるんですけどもね、まずそのね、免疫抑制剤という薬のね、副作用でですよ、唾液の分泌がね、少なくなってしまってね、口の中がね、すごく乾燥気味になってね、骨髄移植での副作用である口内炎がね、抑えられてないまま、さらにね、その大事なね、口の中の常在菌がね、少ないためにですね、虫歯になりやすくなってしまってるんですよ。もうこれはね、もうね、どんだけね、その歯磨きをしっかりしててもね、虫歯の治療をどんだけしっかりしてもらっててもですね、次から次へとね、虫歯になっていくのでね、もう口内炎も治れへんし、虫歯の治療も追いつかないしっていう状態に、ね、なってしまってるんです。でも追いつかないからといってね、その諦めてね、もうほったらかしっていうのもできないのでね、ちゃんとね、歯医者には通ってるんですけどもね。でもしね、このようなね、その治療過程っていうのをね、もうおろそかにしてしまうとですね、もう次に襲ってくるっていうのが歯肉炎とかね、歯周病なんです。そしてね、そんなその歯肉炎とかね、歯周病っていうのはですね、口の中の病気なんですけどもね、その口の中だけにとどまらずにですね、他のね、病気のね、起爆剤にもなってしまうんですよ。そのことに関連しているね、研究がですね、筑波大学によってね、4月9日にね、実施されました。これはね、中年肥満男性っていうのをね、対象としたね、運動療法介入によって、口腔内細菌層のね、主多様性がね、増大することと、リポタトール類というね、その皮質と、タトウがですね、共有結合をしたね、化合物であるね、LPS っていうのがあるんですけどもね、それの生産に関わる歯周病菌の、菌の数とですね、LPS 生産能が減少することが分かったと発表しました。LPS と呼ばれるね、リポタトール類というのはですね、大腸菌などのね、その細菌の、その細菌壁の外側にあるね、毒性を持つ物質でね、体の中に入ると発熱したり呼吸が速くなったりね、血圧が低くなるなどのね、その毒素として作用するので、望ましくない物質なんです。で、そのリポタトール類っていうのがね、減った経路と効果をね、さらっと言いますとですね、有酸素運動とレジスタンスというのはですね、スクワットとかね、腕立て伏せとかあるじゃないですか。あとダンベル体操などの、標的となるこのような筋肉に抵抗レジスタンスっていうのをかける動作で、これを繰り返し行う運動をレジスタンス運動と言います。で、そのね、有酸素運動とレジスタンスをするとですね、口の中の細菌層の多様性の向上っていうのがね、分かってね、LPS リポタトール類が減ると。それと同時にですね、マクロファージと呼ばれるね、免疫細胞のね、形成が変化して、マクロファージによるリポタトール類のね、鈍色能力がね、こうアップしていってね、リポタトール類に誘導される炎症応答が弱くなりました。その結果として歯周ポケットが小さくなって、いずれはそのポケットもね、なくなっていって、出血もなくなって、歯周病の改善になるということなんです。最初にもね、お話ししましたけどね、なんていうんですか、歯周病というのはですね、様々なその全身疾患と関連していましてですね、歯周病の、有病率っていうのはね、メタボリック症候群においてもですね、高確率なんですよ。メタボリック症候群のね、肝臓における表現系の一つでしてね、非アルコール性脂肪肝疾患っていうのがあるんですけどね、それは ANFLD とね、いうのがあってですね、現在の日本においてね、その ANFLD とね、歯周病の両者っていうのはですね、顕著に増加していっています。そのね、非アルコール性脂肪肝疾患っていう、その ANFLD のうちにですね、非アルコール性脂肪肝炎、NASH っていうのがあるんですけどね、それはね、細菌性肝炎
ともね称されてまして、あのグラム陰性菌というね、あの細菌の細胞成分であるね、菌体内毒素 LPS がね、その病態にですね大きく影響を及ぼしています。すなわちですね、リポタトール LPS のね蔓延がですね、全身性の炎症、酸化、ストレス障害を引き起こして肝病変を進展させると考えられています。肝病変というのはですね、あの肝臓にね、あの慢性的に、ね、炎症が起こって肝臓細胞のね破壊とね再生が繰り返せるとね、徐々にその細胞のね繊維化、あのね肝臓にねかさぶたのようなね、あの物質ができてしまってですよ、通常のね機能がね、あの果たせなくなる状態っていうのがね起こってしまってですね、肝臓本来のね細胞の構造がね破壊されてしまう病気のことなんです。これまでのね LPS というのはね、腸内細菌よりとされてましたけどもね、最近ではね非アルコール性脂肪肝炎とね、その歯周病菌感染のね、あの関連性がね報告されています。で、日本でもですね、その NASH とね、その歯周病がね、あの劇的に増加しているというね、その臨床疫学のねデータによってですね、その LPS の供給源はですね、腸内細菌のみとは限らずですね、歯周病菌もその一翼をね担っているというね可能性が指摘されています。で、またね、歯肉炎とかね歯周病のね指標というのはですね、身体活動度が低い人とかね、日常生活における運動習慣に乏しい人でね悪化していることからですね、身体活動とね、あの歯周病の発症にね関連性があると言われています。しかしね、こういった報告はね、いずれもですね横断的な研究であってですね、医学的根拠としてはですね信頼性が低いためにですね、歯周病に関するね運動療法の介入研究が求められています。それにね NAFLD やね、その NASH の予防とね治療にはですよ、あの食事やね運動療法以外にね研究者らのね意見の一致が得られた方法はねまだないんですよ。ということでね、この筑波大学の研究グループはですね、これまでにですね NAFLD をね有する中年肥満男性を対象とした食事と運動療法の臨床試験である、良質なね運動習慣やね食習慣をね身につけることを目的としたプログラムである、減量教室というのをね実施しました。その中でですね、運動療法というのがですね、歯周病や歯肉炎などのね口腔内環境を改善することを明らかにしたんです。そこで今回ですね、このプログラムにおいてですね、3ヶ月間実施した運動療法と食事療法の前後でね収集した唾液の成分分析とですね、口内細菌層をですね、あのゲノムというね染色体の DNA に含まれる全てのね遺伝子情報を解析する、まあ通称あのゲノム解析っていうのがあるんですよね。それにかけまして、さらにね細菌層の、ね、代謝機能の解析をしまして、運動療法がね誘導する口腔内環境の改善と分析メカニズムを調べました。運動介入はですね、あの実施された減量教室参加者のうちにですね、歯周病と診断された NAFLD のね中年肥満男性49人を対象にですね、講義とレジスタンス運動、有酸素運動、を1回90分と、それを週3回行うプログラムをね、12週間にわたってね実施しました。まあこれぐらいの運動ならできそうですよね。ただ別の期間にですね、食事介入をね、また別の中年肥満男性21人を対象にですね、栄養や食習慣についてのね講義とかね相談をね、まあ1日90分やって、で週に1回行うとともにですね、毎食摂取した品目を記録してですね、1食560キロカロリーで1日に1650キロカロリーというね、まあね中年肥満男性にはねもう我慢できないようなね、あの摂取カロリーなんですけどもね、もうそれを目標値とするねプログラムをですね12週間実施しました。まあこれはねほんまにきついでしょうね。あの僕やったらもうほんまにね途中で逃げ出すと思います。ほんでそんなね運動介入群とですね、食事介入群においてですね、あのそれぞれね年齢、体重、BMI、脂肪量で女脂肪量の介入前後にはですね差はねありませんでした。しかしね、そのプログラムの前後でですね、運動介入群はですね体重、BMI、女脂肪量が増加を示しましたけどもね、あの脂肪量っていうのはね、あの減少してたんですよ。女脂肪量っていうのはですね、その人のね全体の体重からですね、その人が持つ脂肪組織の重量を差し引いた体重に関するあの
指標の一つでございます。一方ね、食事介入群ではですね、体重、BMI、脂肪量、女子肪量が少し減少しました。でまたね、腫瘍開始因子とね、リポタトール類とね、あの免疫グロブリンといったね、その炎症に関わる物質とかね、歯周病のね、バイオメーカーであるね、鉄結合があるね、ラクトフェリンの濃度がですね、運動介入群においてはね、減少しました。運動介入群においてはね、減少しましたけどもね、食事介入群においてはですね、これらのね、物質のね、有意な、ね、変動はね、認められませんでした。で、そしてね、運動介入前後でね、採取した唾液を用いてですね、口腔内細菌層のね、ゲノム解析をね、アルファ多様性とベータ多様性と分けてね、行った多様性を比較した結果ですね、介入前後のね、比較ではですね、アルファ多様性においてはですね、有意差はね、認められなかったんですけどもね、介入後に菌のね、主多様性がね、増大する傾向が見られました。ほんでまたね、ベータ多様性についてはですね、有意差が認められたことでね、口腔内細菌層のね、多様性のね、増加がね、認められました。で、これらの結果からですね、運動療法によってね、口腔内細菌層のね、主多様性が増大することが明らかとなりました。まあ、今回の研究でね、その運動療法がですね、口腔内細菌層のね、多様性をね、増大させることはね、注目に値します。ほんで、口腔内細菌層のね、多様性の増大によってですね、口腔内マクロファージの、ね、異物貪欲能がね、増大するとともにですね、唾液中のリポタトール類と、腫瘍開始因子を減少させてですね、炎症病態をね、軽減してですね、歯周病の歯周ポケットの深さや、ね、出血の有無の改善をもたらすメカニズムが推測されます。日頃からね、運動習慣のある人ではですね、歯周病のね、有病率がね、低いというね、分析結果がね、2019年にはね、報告されていましたけどもね、一般にですね、運動がね、健康にもたらすね、利益に関する具体的なね、医学的根拠っていうのはですね、必ずしも十分にね、示されているのではないのが現状なんです。で、非アルコール性脂肪性肝疾患のね、NFLD 肥満者についてのね、運動療法がですね、口腔内のね、細菌層のね、構成や唾液成分のね、変化を介してね、歯周病の改善をもたらすことが実証されて、肥満者とかね、糖尿病、高齢者などのですね、歯周病のね、高リスクグループに対する健康管理の一環としてね、運動療法のね、重要性がより明確になったよとね、研究グループは述べています。やっぱりね、運動というのはですね、ただ痩せてスタイルが良くなるっていうのだけではなくてですね、まあ肥満からね、歯周病までのね、たくさんの病気の改善になるよ、ということなんですけどもね、僕はまだ運動ができませんのでね、しっかりと、歯医者に行って、治療を続けていきます。ということでね、そろそろ時間なんでね、行ってまいります。まあ今日はね、どこの歯をね、治療してもらうかわかりませんけどね、またね、結果はね、明日報告させていただきます。そんな感じで、今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。